ここは自分で勝負に行くか。少しスピードを緩めました。ふわりか後ろから武田秀俊盛り返していく。アウト。33分、水戸もよく追加点。またも決めたのは安藤瑞希。プレーが出ます。まずここでブランカ選手が、ね、こう抜け出すんですけども、まあ、一度こうちょっとこう倒れてバランス崩して倒れあのボールを失いかけるんですけどね、まあ、なんとかこう頭でつないで、そしてそれをしっかり、ね、武田選手も前向きにフォローして持ち出してから、まあ、この安藤選手、ね、少しこうマイナス気味にしっかりポジションを取ってフリーになってそこにボールを受けてしっかり